はい、どうもこみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブのホームからお届けしていきたいというふうに思います。ですね、本日見ていきたいのは、中華式ですね。で、いやね、クラン対戦リーグ、マジで苦戦してるんですよ、今、これ。3戦全敗の状態で、これ14敗目も、もう多分これ、4敗目もしちゃいそうだなっていう感じになってるわけなんですね。で、何がね、きついかって、結構ね、みんな全回の取り方を忘れちゃってるんですね。1ヶ月半ぐらいの長い、ファーミング期間を終えて、リーグ参戦してみたら、全然取れなくなってる。ね、僕もそうなんですけども。で、その中で、やっぱりね、1個ね、すごい、これやれば全回取れるぞぐらいのパターンっていうのを、やっぱ見つけていきたいなと思って考えているのが、これです。これ。中華式なんですけども、単なる中華式ではないんですね。もうね、パターンで、このパターンがあったらやれるぞっていうね、そういう中華式だと僕は見ていて思いました。まあね、ボキボキさんが、やってくれているこのアタック、まず見てほしいんですけども、どうやるかっていうと、まあ、すごく単純ですよね。タウンホールって、今タウンホール14におけるもう最重要、最強、強いプラス怖いの最強最強防衛施設なわけですよ。なんか、めっちゃ滑ってますけど。そういうね、防衛なので、まあ、これをね、いかにしてクリアするかっていうのが、もう大きな課題になってくるんですね。で、こういう風に壁から4マス離されちゃうと、こういう風にね、4マスこういう風に離されちゃうと、これアーチャークイーンで壁の外からこう射抜きますよってことが、これできないわけですよね。だから、どうしてもここに何か入れなきゃいけないわけですよ。キング入れるか、突撃艦入れるか、ないしはペッカとか ET とかそういうのをガガガって突っ込まして、もう力で押していくか。当然ここにスパビスなんか入れたら全部ポイズンダメージで落ちんじゃいますんで、これやっちゃいけないんですけども。なんでまあ、そういう方法しかなかったと思ってたところに、逆にこれね、タウンホールが中心にある場合は、まあ別なんですけど、外周にある場合っていうのは、おでんにね、こうレイジかけて、おで火で折っちゃうんですね、こういう風に。これめっちゃ大事。で、これで折ってしまうと、もう最重要防衛が1個消えたことになるんで、そこから中華式を展開するわけですよ。ペッカプラススパビズですね。で、こいつらで一気に中央突破していく。で、相手の防衛に関しては、スパビズがね、マジで強いんですね。まあ、今回、アイゴレさんが来ちゃったんで、結構、ま、いやらしい防衛ではあるんですけども、スパビズって、チェーンが、まあ、当然ご存知の通り入るので、相手の防衛をこうまとめて一気にこう潰すんですね。今のスパビズのチェーンで、アイゴレ2体一遍にこう潰すことができたんで、フリーズ効果を、まあ、実質1体分、無効化したようなもんですよね。で、こういうことができちゃうわけですよ。で、中央部分に入った時にはもうやられちゃってはいるもんなんですけども、そこからはペッカヒーラーの形でガンガン押していきながら後ろからアーチャークイが射抜いていく。で、外周に関しては、投下弊社を使ってます。これね。投下から出てきたホグライダーがぐるっと回りながら、こうロイヤルチャンピオンここにいますよね。こいつが、まあ、仕事をしていくという感じで、中心から外周にかけて、ホグロイちゃんで、中央部分はアーチャークイとペッカ、後ろからヒーラーという感じで、ね、これで最後まで押し切っていきます。っていうね、形が作れるので、やっぱね、タウンホールをおでひで今壊せるんだったら壊しちゃう。で、そこからの中華式を展開すると、まあ、中華式このペッカスパービズの、ルート作りっていうのがすごくね、臨機応変に、やれてしまうので、だいぶ強いな。おまけに、突撃艦とかでタウンホールを壊すっていうことますると、まあ、兵器を当然使っちゃうわけですよね。だけど、もうおでひで壊すことができれば、まあ、実質レイジ一発ぐらい、呪文使いはするものの、突撃艦の部分の、兵器の枠っていうのを、今回みたいに投下兵舎に変えることができちゃったりするわけですね。で、これがめちゃくちゃ効率いいんですよ。なので、全開への角度がググッと上がるんで、これはね、僕マジで練習してると思いました。本当にこれから、しばらくですね、中華式で、頑張って、クラン対戦、リーグ終わったらですね、マルチ回していこうかなというふうに思ってますね。いろんなね、使い分けが多分できると思うので、アチャクイの食い火からの中華もできるし、おで火からの中華もできるし、すごいね、幅広いなっていうふうに感じました。で、今日合計ですね、4本見てもらいたいと思います。で、もう一個次は今と同じパターンで、三本目は少し別のパターンの中華式ですね。ベッカスパビス。どういうパターンがあるよって感じでちょっと見てもらいたいのと、最後はですね、残念ながら、失敗例っていうのもちょっと見てもらいたいと思います。まあ、失敗といっても、僕はリカバリーがすごくうまかったんで失敗になってないんですけど、なってないんですけどね。
なんですけども、これ。まずはこれ。これ、ね、中華式とは言えないですね。これ、イエティ、なんだ。スパウィズになってて、なんなのこれっていう感じなんですけども。今回のこの相手の攻めですね。これ。うるさいかな。ごめんなさいね。これ。まずは、ハルキリーで、11時方面を削っていく、グランドウォーデンのオデヒで、対空砲を壊すまでは、ユニコーンを使う。で、対空砲壊れたらヒーラーをつける。で、さらにこちら側ですね、バールキリーで削りを入れていって、グランドウォーデンがしっかりタウンホールに向かうようにカットをしていきますね。このバールキリーの削りは不発に終わったんですが、まあ、幸いにも、グランドウォーデンがタウンホール方面に向かったんで、よしというところですね。で、ここすごいのが、クロスボウ2機プラス大砲、おまけに、タウンホールからダメージ受けてるのに、レイジヒーラーで乗り切れちゃうんだっていうところですね。すーげーと思いました、これ。こんなにレイジヒーラーって、回復量あるんだなって、改めて、まあ、後ろにいるユニコーンも多分仕事してるんでしょうけど、ちょっと驚きですよね。まあ、レベル1のユニコーンだから、もうこんな大したことないはずなんだけど。で、しっかりと一旦ここで、フリーズで固めて、グランドボデン回復させてから、アイスゴーレム盾に、イエティ、スパビズ、バルキリーと一気に出していきますね。このカットもうまいですね、これね。東海社でしっかりカットができていて、ババキンは中に入れる部隊にこう、入っていきますね。これでスパビズを、ね、マルチインフェルノから守る盾になるわけですね。で、こいつらが中心部分を張るところで、トームからのレイジで一気に暴れていって、マルチインフェルノを壊していく。さらに、ロイヤルチャンピオン、後ろからですね、マルチインフェルノを叩いていきながら、外周には、東海社から出てきたバルキリーという感じで、もうスピード勝負ですね。これって感じ。この3部隊が水どもえでこう進んでいくことによって、一気に全開まで持ってっちゃうわけですね。で、まあ、当然ながら、タウンホール13の防衛なんで、投石とかマルチインフェルノも、まあ、えぐいわけですよ。マルチインフェルノのターゲット5から6に増えてるし、まあ、結構火力としては高いんですけども、まあ、それでもタウンホールをね、グランドウォーデンでもう壊せちゃうっていうメリットはもう計り知れないぐらい大きいので、まあ、それができれば、対戦リーグでもそうですけども、基本的にもう星2が取れちゃうわけですよね。基本は。まあ、よっぽどそこからミスっちゃったらっていうのはあるにせよ、まあ、星2を取りこぼすことは、ま、そうそうないでしょ、きっと。オデヒーで折れてるってことはユニットほとんど消費しないんで。っていう感じでそこから、こう、もうね、ガンガン残ってユニットで押していくっていう感じですね。ヒーロー4体とも全部生き残ってるし、外周にはまだスパイズ前残っちゃってるって感じ。で、アジャクイーンはもう、クロークも残しているしね、もうこうなったら止めらんないですね。いや、すんげえうまいなと思いました、この2つの攻め。これはね、ぜひね、僕、極めたいなと思いましたね。これ使えるようになったら、だいぶ攻めの幅広がりそうな。まあ、そんな気がします。で、リュウさんのアタック書1本見てみましょう。リュウさんね、スパビズ結構得意なので、この方のね、スパビズ、中華式は参考になります。で、今回のね、タウンホール少し奥めにあって、おでひで壊すには、この辺でも結構ね、壊すのしんどいわけですよ。大体、スーパーウォールブレイカーと、スーパーウィザーと解放してるんで、スニゴ分持っていけないんですね。そうすると、こういった高火力、高体力のストレージを壊せないんで、オデヒーでタウンホールを取すのは、まあ、時間的にちょっと厳しいかなっていう感じ。なってくると、これですね、突撃艦で、相手の、主力の部分ですね、ここ、主力の防衛の一角を潰していく、投石機のところですね、潰していきながら、で、相手の防衛軍も釣り、で、ここの部分、ベビードラでカット入れて、アーチャークイーンをこう流すっていう感じですね。で、アーチャークイーンの仕事っていうのは、ね、この部分、実質、このいっぱいはなくて、ここ、突撃艦で壊してるので、この外周部分のこの部分のカット、プラス防衛援軍の処理だけですね。すぐに、こっちからペッカイエティ、ペッカスパビードを入れていきます。で、入れていく場所っていうのが、まあ、肝で、はい、これフリーズ前ですね。しっかりと、ババキンを守るフリーズって言って、まあ、そこはちょっとね、小技としてうまいんですが、一番うまいのはないんで、ここ。しっかりこの部分、ババキンで破壊することによって、真ん中のこのね、イーグル方方面にペッカとスパビズが行くわけですよ。で、行った時にジャンプのかけ方、ここにかけてないですね、ここにかけてないので、タウンホールの方面にユニットとしか行かないわけですよね。で、行かないんだけども、どうやってタウンホール処理するのって言ったら、スパビズとアジャクイでこういう風に潰していくんですね、これ。壁の外からタウンホールを潰すことによって、このポイズンダメージの中に、誰もユニットが入っていかないわけですよ。これめっちゃ強いから、このポイズン。マジこのポイズン強いですからね。本当に、バカにしちゃダメですと思う。ここに入っていかないわけですよ。なので、タウンホールのダメージっていうのを、もう極力最小化することができる。なので、壁の外からアーチャクイとかでタウンホールを射抜くようなプランに、していかなきゃいけないっていうことからして、
この中華式っていう攻め方はプランの、その幅っていうのがそんなに自由が引かないんですよね。そのタウンホールのポイズンのとこにスパビズ突っ込ましちゃったら全部スパビズやられちゃうので、どうしてもそれはできないんですけども、そうしないためのプランを組むのが難しい。壁の外からアチャク家に抜くっていうね、タウンホールを、このプランが難しいんですが、それを考えずに済むのがさっきのオデヒなんですね。外側にあるタウンホールってのはもうオデヒで壊しちゃうことによって、もうそこから先の中華式のもうルートっていうのが、今このリュウタのこのルートってもうこれしかないようなルートじゃないですか。でもそういう風に限定されたルートじゃなくて、自由にそこからルートが組めちゃうので、でおまけに東海兵舎も使えてね、中から出てくる、まあ、バルキリーなのかホグライダーなのかわかんないですけども、そういったユニットとロイちゃんを混ぜて外周を壊すなんていうね、こともできちゃって、もう幅がめっちゃ広がるので、これはですね、ぜひ、使いたいなと思うね、中華式のパターンかなと思いました。で、最後、一本、残念ながらの失敗例見ていきたいと思います。で、こちらをお願いいたします。どうぞ。はい、こちらですね。ちょっと T コンさんにお邪魔します。ナーチンさんのアタック。これね、失敗っていうのはちょっと失礼ですね。言葉がまあ違うかもしれないですけども、すんげえリカバリーなんですけども、狙いは絶対にこれグランドオーデンのオデヒで、タウンホール狙ってるんですね。これ対空砲のね、ラインにヒーラーが入んないように、もうここからをグランドオーデン展開するしかなかったわけなんですね。で、そうなってくると、怖かったのが、この大砲方面にグランドオーデンが逸れていっちゃうことなんですけども、見事にそっちに逸れていってしまったんですね。で、こういうことはやっぱね、対空砲の位置とかよく見ながらやんないといけないので、グランドオーデンのオデヒって。あと援軍があったりしたら終わっちゃうので、ここら辺のね、塩梅っていうのが難しいんですが、今回ね、これ、いけそうだったんですけどね、これね、対空砲に行ったから行ったかなと思ったら、そのまま一気に反撃砲に行っちゃった。この、微妙な差ですよね。でもそこ、カンパ入れずに、アーチャークイーン出して、これ、クイヒーにスイッチさせながら、ここですね、ペッカスワリズを一気に中に入れていきます。外周部分、やっぱりですね、ちゃんと、ペッカー一体でカットしながら、中に全部キングも含めて主力を入れていくと。で、これキング外周も良かったかもしれないですけどね。で、これ突撃艦をなんとこの角度から当てるんですね。この角度から当てていって、はい、トームをかけていくと。で、壊しきれなかったタウンホールに突撃艦を当てていきます。このリカバリアマジうめえ。すごいですね。で、そこから出てきた、これはイエティですね。レイジをかけていって、タウンホールをきっちりイエティに壊させるという感じですね。うわ、うまい。で、ペッカスパビズはそのまま、上方面に流れていって、これもいいですね。投石機のタゲをしっかりとペッカで取りながら、パビズで削りを入れる。もう素晴らしい。で、中央部分に行ったババキンが暴れていて、外周部分もまたペッカが一体あるってんですね。このペッカいい仕事しますね、こいつね。こいつこいつ。半島省ですね。ずっとこう張るってきたんでしょ、こいつ。すごいな。で、あとは最後のとこですね。残ったスパビスとペッカ、後ろからヒーラーがついてますんで、なかなかやられずにしぶとく生き残るという感じですね。ロイヤルチャンピオンもこれホーミングシールドが残ってるので、ラストシールド放って残りの防衛一掃して終わりという感じになってます。やっぱね、タウンホールの処理ってほんと難しいですよね。これナーチンさんも、おそらく突撃艦こういう風に入れることも考えたのかもしれないですけども、こうした場合、これクラン対戦リーグなんで万が一ですよ。このところにトルネードとかがあった場合に、それが成立しないことがあるわけですね。こう壁に、微妙にこの壁にこう囲まれてるんで、一回タウンホールまで届くかどうか分かんなかったっていうところから、角度をつけてこっちからこう当てていったんですね。しかし遠くなっちゃうけども、まあ、あえて遠回りをさせたっていう感じですね。このまあ、起点もすごかったんですけども、今回のこの4本目で見てほしかったのは、グランドボデンのオデヒ、タウンホールを射抜けないっていうパターンも当然ながらあります。あるので、抜けなかった場合どうするかっていう二重のバックアップを組んでおかないと、今のナーチンさんみたいに臨機応変に対応できる方ならいいんですが、僕みたいにもうね、そういうのができない人っていうのはあらかじめ考えておいて、プラン2ですね、プラン B かな、わかんないけどにパッと切り替えてね、タウンホールをしっかり落としていくっていうねことをする、まあそれがいるのかなというね。おそらく今これグランドウォーデンでタウンホールが壊せていたら、一旦多分ここに落としたでしょうね。ここに落としていって、こんな風に多分ルートを作っていったんじゃないかなっていう風に思いますね。ここがグランドオーデンで壊す、ここは突撃艦で、突撃艦でね、高額なシーンと。で、壊していく。で、ペッカスパビズでこの部分のルートを描く。ね。で、組んでいたんじゃないかなと思います。はい、というところでですね、本日はこの攻め方を覚えると結構全開近づくんじゃないのっていう1個、鉄板のパターンになりそうなものを紹介させてもらいました。これ僕も絶対練習します。
なのでぜひ皆さんもね、試してんでもらえたらいいなというふうに思います。で、私の動画ですね、チャンネルですけども、タウンホール12から14まで幅広くクラン対戦の、解説系の動画をお届けしております。これいいなと思いましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またこれからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。